皆さんこんにちは、子どもの未来を作る党の杉本です。今日もね、政治活動として何度やっても慣れない街頭演説をやってみようと思います。現場でね、もう離れしていくしかありませんので、新しい、YouTube 見て、記憶に残るような話もありましたから、DNA とかね、2種類あるということで、L 型と S 型のね、2種類があると、そういった話もね、面白かったなと、そういうネタも使いながらスピーチをしてみようと、なるべく前向きなね、話ができるように頑張っていこうかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。じゃあ始めましょうか。ちょっと待って、背中が痒いんだけど、ね、ちょっと待ってくださいね。 OK、 レッツドゥディス。4ぐらいでいくか。皆さんおはようございます。こちらは子どもの未来を作る党代表の杉本です。杉本周一講演会として、政治活動を続けております。2015年の後半ぐらいから、活動を続けていて、2019年で、統一地方選挙で落選をしました。でそれからそのソーシャルメディアも始めることができましたので、政治活動だけではなくて、YouTube チャンネルとか、ソーシャルメディアの方も頑張っていこうかなと思っています。自分の経歴としては、もともとは教育の、ね、仕事を目指していて、36歳ぐらいの時に、通信制の大学で教員免許を取って、小学校とか中学校、高等学校で、勤務を、ね、少しですけどもしていました。ですので、その教育の改革も必要だと思いますし、現場目線で、教員ファーストの学校教育ではなくて、子どもファーストの教育にね、教育カリキュラムになれるように、提案をしていきたいなと思っています。給料が増えていない国というのは、おそらく地球上でも日本だけなのかなと思っています。公務員の給料はね、毎年給料上げていますが、民間企業の平均賃金は、ほとんどね、増えていないと思います。大企業とかは賃金は高いと思いますが、中小企業は特に、給料は下がっている状態なんですね。経済成長もほとんどないので、給料も上がらないのかなと思っています。それよりもその新しい産業とかが生まれてくれば、雇用も増えていきますし、そういったビジネスチャンスのあるところに、人とか物とかお金が集まってきますので、経済もね、成長していくのかなと思っています。で、ですね、PMI っていう数字が毎月発表されていますが、製造業の PMI と非製造業の PMI と、こういった数字が毎月発表されていて、50以下になると経済が縮小をしているそうです。で、PMI の数字が50以上だと経済が成長拡大をしているということで、今年の1月まで確かその製造業とか非製造、都会ではありませんが、東京と大阪の、ね、中間の位置にしていますので。地理的にもかなり、ね、その有利なのかなと思います。で今の時代ならば、その Wi-Fi がつながっていれば、田舎でも投資もできますし、ビジネスもできますし、浜松の空き家とか空き部屋がたくさんありますから、こういったところを、再利用して、起業家をこう呼び込むとか、子育て世代にもっと全面的な、ね、支援をするとか、他の市区町村とは違った差別化も図っていきたいかなと思っています。とにかくその起業家の支援とかをもっと力を入れて、浜松で会社を作ってもらえるように、起業家の全面的な支援も提案を、ね、していきたいなと思っています。優秀な、人材が集まってくる、子どもたちにもっと投資ができるような新しいその政治の形も作っていきたいなと思います。
まあ、本当に税金の負担がかなり重い国ですから、まあ、働いても働いてもね、所得税も増えていって税金でね取られてしまいます。で、年金も公務員の共済年金は完璧に保護されていますが、まあ、それ以外のね、年金はおそらく見捨てられてしまうと思いますので、まあ、自分たちのね、稼いだお金を守るためにも、その金融の知識というのはあった方がいいのかなと思うんですね。まあ、学校の教員の数も余っていますので、もっときめ細かい学校教育に変えていきたいと思いますし、まあ、子どもたちにもその稼ぐ力をね、身につけていくことができるように、改革案をね、提案していきたいなと思います。まあ、英語の教育は小学校から導入をしていますが、まあ、ただそれはそのペーパーテストを解くための英語教育なので、まあ、小学校から高校まで学校で英語を勉強、これもその規制をね、撤廃をして誰でも漁港を使えるように、変えていきたいなと思います。まあ、漁港を開放することでそのマリンレジャーが普及すると思いますし、特にそのプライベートヨットをね持ってる、富裕層もたくさんいると思いますから、我々の町にね富裕層を呼び込むためにも、漁港を開放するということも、大きな効果があるのかなと思います。本当にマリンレジャーがその思った以上に普及していないと思います、浜松は。なので、漁港を開放することでマリンレジャーを普及をさせると、で個人金融資産がね、市場に流れてきやすいように、要は我々のその生活が良くなるように、その前例にとらわれないような、政治を目指して、頑張っていきたいなと思います。もともと学校の教育を、目指していたので、今よりもその子どもたちの未来に投資ができるように、新しい政治を目指していきたいなと思っております。で、2019年にその選挙があって落選をしましたので、2つ目の政治団体を作りました。で、ソーシャルメディアも始めていますので、まあ、これからもその政治活動と YouTube 両方、頑張って続けていこうと思っておりますので、YouTube チャンネルの方もよろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、ということで非常に難しいですね、本当に。まあ、それでも場数を踏んでいくことが大事ですから、まあ、なるべく分かりやすいような街頭演説を目指して、いろいろインプットアウトプットしていきますね。またよろしくお願いします。じゃあ終わりましょうか。お疲れ様でした。ということで、オーラガイス、Thank you for watching、Smash like bottoms and subscribe. Stay tuned. See you tomorrow. やら、よろ。バイ。